いやー、200ヘルマグナ攻略探してたんだけど、むずくね。ということで、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。本日は、200ヘルマグナ攻略ということで、やっていきたいなというふうに思うんですけれども、なんかさ、俺正直言うんだけど、めちゃくちゃ敵がなぜか強くて、めちゃくちゃ痛えの。これ耐えられないよ。なんか、アレーティア採用型の編成とか結構あって、俺それも試してみたんだけど、耐えきれなくて、こんなんでみんなやってんのって本当に懐疑的に思ってる。失敗してない？何回もやったら失敗してないって思うぐらいなんですけど、まあ、今回はちょっとかなり耐久寄りの、盤石寄りの編成を持ってまいりました。これで蘇生薬使う機会もかなり減るんじゃねえかな。アレーティア採用してるとね、俺蘇生薬使っちゃうんだよね。なんでだろうね。はい。ということで、俺が今回紹介する編成はこんな感じ。パラディン、ブローディア、ユグドラシル、サティロス。結構おすすめだよとは言われてたんだけど、俺自身は使ってなかったユグドラシルが今回ランクインしたね。ユグドラシルマジで強い。この編成にすげえ合ってるんで、ちょっとそのとこを見せたいね。ブローディアはグラビティとかもあるし、なんだかんだやっぱ優秀だなと思った。水着ブローディアはいると便利だね。今回は防御タイプにして、HP とかもガンブリの翁で、耐久力を重視しました。ブローディアね、防御タイプに覚醒した方がいいね。って感じ。ユグドラシル強いところを後で見せるとして、で、サティロス。まあ、これはね、入れておかんときついね。クリア重視の編成であれば。クリア重視だとやっぱね、サティロスは外せないね。で、裏はレナ。まあ、レナはね、賞味誰でも良さそうだけど、まあ、そこそこ戦うことになるんで、レナ枠は、なんか、持久力ありそうなやつ、それっぽいやつを入れておくといいんじゃないかなと思います。で、武器編成、こんな感じにした。メイン武器はね、いろいろ悩んだんだけど、俺はラストシャフレワルがいいかなと思った。っていうのも、水変点があるんですよ。火ダメを水に変換。これで敵の特殊技が、弱点攻撃をしてくる特殊技あるじゃないですか。あれを変換でブロックできるよね。多分、改めて今回確認するけど。だから弱点属性攻撃の風属性ダメージで結構痛かったんだけど、ラストシャフレワルが奥義をぶちかませせば、それを対応できるんだよね。結構優秀だなと思ってて、ラストシャフレアルをメインに据えました。HP 上がるのも嬉しいね。マグナ編成はね、HP 大事だったな。ノーフェイス入れてたんだけど、序盤 HP 全然減らねえから、ノーフェイス引っこ抜いて少し火力重視にした。さっきやった時50ターンぐらいかかったんだよね。さっきやった時60ターン20分とかだったんだけど、ちょっと火力欲しいなと思ったんで火力にしました。ここの右上の武器、ヒアシンスの五剣なんだけど、まあこれはベンヌでもいいかなっていう感じ。ベンヌ弓でもいいかなって感じだけど、それ以外は割かし固めてるね。HP を高く保とうと思って、かなり HP 高めの構成にしております。よろしくお願いいたします。で、召喚石はこんな感じ。ハングドマンとタワー入れてんね。まあちょっと HP がねえと厳しい。まあガレオンとかあったらガレオン入れたいし、ウリエル。とかあったらウリエル入れるといいんじゃないかなと思います。今回はまあセルフな縛りって感じ。で、主人公はパラディンになってんだけど、パラディン優秀だね。フルレジストめちゃくちゃ強い。一アビとフルレジストクソ強いから、まあ今回は肝というか、クリア重視の編成を目指すのであれば、パラディンはね、大事な気がするわ。パラディンがめちゃくちゃ候補に入ってくる。はい、ということでやっていきましょう。対戦よろしくお願いいたします。で、この編成のすげえいいところは耐久力の高さだね。水着ブローディアが割とこういう編成を触った時に真っ先に落ちるっていうのは実際に触ってみると分かると思うんだけど、それを、ユグドラシルのニアビによって、耐久力を底上げする。水着ブローディアの耐久力をこの編成は底上げしてるっていう感じかな。なんかちょっと待って、ユグドラシルのさ LB とか多分ちょっとクソ弱いと思う。なんかユグドラシルの LB ちょっと改めて後で見た方がいいかもしれない。なんか調整が必要そう。 HP もっと上げていいね、ユグドラシル。大体死にかけるのはユグドラシルとブローディアです。なんでかっていうと、水着ブローディアは1アビでダウン仕掛けるし、ユグドラシルは2アビでダウン仕掛けるから。で、基本的にこのボスの一番の問題点はね、水牢。マジで水牢食らったやつから死ぬんだよな。本当にもう水牢食らうやつがいちゃん即死するから気をつけましょう。気をつけましょうと言われても気をつけられないんだけど、もうね、一番きついね、水牢。だから、まあ、今回は主人公に、パラディンを採用した。
パラディンを採用していると、まあ、ここの水牢って非ダメージ時に食らうんだけど、まあ、それがフルレジストでブロックできるから、10ターン中5ターンの間、ブロックできるんだよね。そう、デバフを。って考えるとかなり楽。ほら、今見て、弱点追撃ついてるのに全部水属性ダメージだったじゃん。なんでかっていうと、主人公が水変転を加えてることによって弱点追撃が弱点じゃなくなってるんですよね。これで体力をより高く維持できるなっていうのが、この、メイン武器に、ユグドラシルの剣を採用した理由。これ優秀だね。ヒュージシングスだよね、あの技は。ヒュージシングスは、ディスペル弱点攻撃を消すにはディスペルが2枚必要なんですよ。つまり、サピュロスの3アビが上がった状態でないと、普通のヒュージシングスは、まあ、例えばサピュロスのターン終了時のベクタートゥーザスカイで、解除しても解除できないようになってるんだよね。そう。だから、まあ、どうしても1ターン、最低でも1ターンは弱点追撃を食らうんだけど、弱点追撃の攻撃を食らった際に死んじゃうよっていうのがそこそこある。実際。うん。実際そこそこあるのね。だからそこら辺を対応するために今回は、ゼノオフマナフの剣を採用しました。まあそんな、もともと HP が上がる EX 後陣武器っていうこともあって、優秀だとは思うんだけど、よいしょ。ベクトトゥースカイ、ディスペル。ここでオーバードライブに突入して CT がマックスになった状態で 85% に踏みたい。ちょっとこれ踏めるんか？これ 85%、 俺 3% 踏めるかな？俺は踏めないと思う。いけー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 みーぞいけーいけーいけーどけどけみーぞ 86%。 いやこれ無理だな。チェインバーストじゃ。うー、86% の全体特殊からの85を受けてしまうので、一番厳しいですね。まあ、ディスペル食らってるんだけど、まあ、特に消されて困るような特殊技もねえよな。はい。まあ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 、85を受けても全然大丈夫でしょう。で、この HP 見てほしい。結構特殊技食らってんだけど、HP 減ってなくない？そう。HP 減ってないでしょ？あのね、勝てんだよ、この編成。で、なんでこの編成こんな勝てんのかなって思ったんだけど、ユグ入れたらね、明らかにバリ方になった。これね、ユグのおかげ。間違いない。これマジで間違いなくユグのおかげなの。ユグがいないとね、速攻ブローディアが落ちる。でも、なんかブローディア速攻落ちるな、どうにかなんねえかなって思った時に、ユグがニアビのエ・ウ・ニルによって、全体に、他のキャラクターにバリアを張ると、水牢も食らうときあるのね。水牢も食らうときあるのね。水牢の対策にもなるし、うん、全体の HP を高く保ってくれるから、ブローディアが最低でも 50%、50% から 35% 間かな。ここら辺の HP ゲージ間。ここら辺まで絶対に落ちない。最低でも。うん。まあ、後半になると、ユグドラシルとブローディアが瀕死状態になると思うんだけど、まあ、それまでは本当に全然大丈夫になってるんで、うん。安心安全って感じかな。まあ、タイム的には遅いんだけど、ただね、俺、最初もちょっと言ったんだけど、アレーティア入れる人って落ちてないの？俺、落ちるんだけど、どうあがいても。ねえ、アレーティア入れてるとさ、どうあがいても難しい。なんかなぜか落ちるんだよな。なんか俺そこも間違えてんのかな。週末が法人週末だから通常週末だからいけないのかな。まあ、今回は、ドラゴニックウェポンの弓を採用していて、HP をかなり高く保ってるんだけど、うん、今回の敵はね、HP がすげえ大事だね。HP をかなり高く保ってないと、高くないと、50% 中の攻撃力アップした状態、攻撃力アップ、余ダメアップ、みたいなのがついた状態でトリプルアタックされて、そのまんま落ちんじゃうんですよ。めちゃくちゃ死んじゃう。って考えるのがすげえ辛かったんですけど。まあ、だから体力を高めに保ってって感じだな。まあ後半になってくるとノーフェイスがあるといいなとは思うんだけど、それはそれとして火力も必要なんだよね、この編成は。やっぱ火力があると、ターンが縮むんだよ。ターンが縮むと、攻撃を食らう回数が減るんだよな。そう。そこでやっぱね、優秀さを感じた。うん。攻撃力を積むっていうのは結果的に非ダメージの総量を減らすっていうことにもつながるから、火力装備っていうのはある程度取らなきゃいけないなと思ったんで、まあ、今回は装備してるのはヒアシンスの保険。ただまあ余ダメアップがついているベンヌユミ、アビリティダメージと余ダメアップがついているベンヌユミの方がまあ理想ではある。まあ、装備を妥協できるかなってことで今回はヒアシンスの保険を採用してるって感じかな。ベンヌユミを採用している場合は、ユグのニアビ
エウニル非ターゲット時、ごめん嘘、非ダメージ時にニアビが自動発動するよ。何て言うの、非ダメージ時にニアビ中非ダメージ時に、アビリティが自動発動、アビリティダメージが自動発動するよっていうニアビがあるんだけど、そのニアビの効果で、出てくるアビリティダメージが伸びます。はい、非ダメージでターン終了時ターゲットにかかわらず4回土ダメ発生、自分のアビリティ使用間隔1ターン短縮、これのアビダメが伸びるので少しターンが縮むって感じかな。ヒュージシングス、多段ダメージ食らったキャラクターに水牢効果っていうあの特殊技に関してもエウニルが発動しているとニアビで受けてくれるので他のキャラクターに負担がいかないんですよね。ユグドラシルはそういう意味でもかなり体力的に優秀な感じがする。ヨダメアップ、ダブルアタック確率アップと、うん、やっぱり剥がせないデバフみたいなのがこの人型は増えているんで、まあそのあたりを考えるとまあ対応はちょっと必要かなって感じがする。見てこの HP 全然減ってなくない？そう、ここまで盤石なのはなかなかないと思う。正直他のフルオート編成の中でもここまで一番硬いんじゃないかなって思う、この編成が。うん、正直なところ、なんなら俺あんまり一番とか言わないけど、これ一番硬い説をちょっと押したい。ここまで HP 減ってないんだったらさすがに一番と考えてもいいぐらいの硬さを誇っているような気がしますね。さあこれでブレイク状態に持っていきましたので、 50% まではフリーの殴り放題キャンペーン開催。うん、やっぱね、水着ブローディア入れるとね、水着ブローディアが真っ先に落ちるっていうのがどうしてもね、改善点というか、なんか、どうにかなんねえかなって思ってた部分があって、グラビティも持ってるし、しかもリジェネも持ってるじゃん、水着ブローディアって。自分のなんかニアビだかなんか使ってると人狂が溜まってて、人狂が3以上の時再生効果みたいなのついてんだけど、それで結構ね、自分も HP も高いんだよな、水着ブローディア。一人で勝手に耐えてくれるんだけど、ただいかんせん敵の攻撃が痛すぎる。余ダメージアップとか、まあ弱点追撃、まあ、弱点追撃はあんま関係ないけど、余ダメアップとかなんかその他諸々を食らうことによって、いくら水着ブローディアといえど、どうしても落ちちゃってたんだよね。どうにかなんねえかなって思ってたんだけど、そんな時にユグドラシル、まあ、他の人がユグドラシル入れてるなと思って、あ、俺もちょっと採用してみようと思って採用してみたら、クソ硬いの。あ、これいいわと思って、まあ、今回はユグドラシル採用しましたね。うん。マグナ編成めちゃくちゃむずくて、今回。週末ごとつは前提じゃない？割と。うん、週末ごとつ、アスポンごとつはちょっと持ってねえと、厳しそうに見えてる。俺の中では。で、まぁ、ちょっとどうにか、少しでも装備緩められねえかなって思って考えてたんだけど、うん。まぁ、そしたらこんな感じになりましたね。まぁ、週末、まぁ、アスポンは、4突、アスポンは最後のやつなんだけど、まぁ、週末ごとつなくてもドラポンあればいけるって意味では少し安いっちゃ安いのかな。まぁ、ただ、まぁ、週末ごとつに関しては、なんか週末、まあ今作れるしな、週末ごとつは。な、週末ごとつを削りたいっていうのもまたちょっと自分のエゴって感じするけど、まあ自分のエゴです完全に。さあデバフが上がるまでかなり攻撃が痛い。ここがいっちゃ痛いよね、やっぱり。ヨダメアップがついてトリプルアタックしてきてっていうこのシーン、ここが一番痛い。ただブローディアが全部受けてくれました。はい、ダメージ最大値を1500に固定するので、え、他4人の攻撃を全部受けて1回6000、1500×4 で最大ダメージの6000を食らってくれる。ここが一番痛いんだけど、ここを、しっかり受けてくれるっていうのはすごい嬉しいですね、水着ブローディアのいいところです。これでも HP 減らねえからさ、ほら。もうそれで余ダメアップさえ消してしまえば、こっちのものとダメージを3桁に、4人のダメージを3桁に抑えてくれる、スーパーウーメン。スーパーパリピメガネブローディア。めちゃくちゃ強いんだわ。さあ、これで特殊食らう。ここのシーンってさ、特殊食らえた方が美味しいよな、正直な話。なんでかっていうと、通常の多段が痛すぎるから。通常の多段が痛すぎるし、デバフがなんか DA アップとかのデバフって更新されるから、そこら辺考えるとさ、なんか別にここら辺は特殊をパパって食らっちゃって、余ダメアップの
よだめアップ連撃みたいなのを極力食らわないように、なんか特殊技食らっちゃった方が痛くねえんじゃねえかってここら辺すげえ思うわ。痛えんだよ、一撃4000とか。痛すぎワロティング。よだめ上昇を消した。これで楽になりますね。見てほしいこの HP、 ほら全然減ってない。 HP42% でここまでの耐久力を保ってるっていうのは本当に硬いっすよ。他のキャラクターを触った人であればマジでわかると思う。これは本当に硬い。俺はなんなら自分で使っててちょっと感動してる。え、こんな硬いの？ありがとうございますって感じ。さあ、ユグドラシルが奥義を打つと、ユグドラシルの偉いところってさ、奥義打った時自分の HP 回復するとこだよな。そう、奥義打ったら自分の HP 回復するから、それによってですね、耐久力維持できるんだよね自分の。これもね、大変偉いところ。 35% に行きたいな。タッちゃん、私を 35% に連れてって。タッチタッチ、ここにタッチ。 35% タッチできるか、なんかできなさそうな気がする。すいませんでした、生行ってすいません。行きたいです、行きたーい。あー、まあ火力はないこの編成、本当に。本当に本当に火力ないんで、タイムはちょっとね、捨ててください。ある程度。もうクリアできればいいよな。別に。そう、クリアできればいいんです。そう、俺はクリアがしたい。そうだよな。そうだよな。OK。ありがとうございます。さあ、これで弱点追撃がついてるんだけど、水変点がついてたからダメージは痛くなかったですね。ただ、ディスペルを食らったことによって、水変点が消去されたので、ここがいっちゃん痛いかもしれないと思ったんですが、水着ブローディアの一浴びによって弱点属性のダメージを水に変換して、ブローディアが全部吸ってくれました。ありがとうございます。そしてその間に、主人公が奥義を打ったことによって、水変点を追加で供養。これで、不可侵回帰が、なくなってしまったとしても通常攻撃はよだめアップのみ。よだめアップが痛いんですと。ほら、弱点追撃ついてんのにダメージは全部水。これが変換の力ですと。見てこの HP 高いよ高いよ。そしてエウニルが発動しました。エウニルが発動すると、バリア3500あるから、まあこの間だね、不可侵海域一浴びが発動するまでの間を、ユグドラシルがこのエウニルによって、耐えてくれる。このバリアがついてて、このバリアで回復する時間を稼ぐこともできるし、攻撃食らえば食らうほど二浴びの再使用感覚が1ターン短縮。ごめん嘘、自分のアビリティだから一浴びと二浴びか、一浴びと二浴びが、使用感覚縮んでいくんですよね、ユグドラシルは。そこら辺考えると、カバーを、うまい具合にカバーをしてくれる。ということで、まあ優秀なんじゃないでしょうか。はい。いいですね。いいですよ。大変よろしおすですよ。硬いですよ、このパーティーは。26%。ドーン。まあなんか欲を言うなら、ここまで硬いならもうちょっとあれだね、攻撃力振ってもいいね。やっぱベンヌエミあると便利だな。ベンヌエミちょっと欲しいかもね。で、ディアストロフィズム。24%。痛い痛い痛い。さあ、これでエウニル、アビリティ使用感覚短縮。3回攻撃受けたんで、ここから1アビ2アビが再使用可能になります。不可侵回帰が使用可能になりました。これにより、エウニル発動でバリアを張りながらも、ブローディアがダメージを吸ってくれると。そうなんですね、ブローディアが吸ってくれる。これブローディア落ちるかな、さすがに。まあ結構ね、 HP ここまで HP 持っててもブローディアの HP がちょっと厳しいので、そこら辺を考えると、やっぱブローディアは防御タイプ、 LB 的に HP 優先です。 LB は防御 LB とかは結局不可侵回帰一浴びの効果によって、ダメージの上限を1500万に、固定してるんで、最大 HP 実数値の HP が欲しいんですよね、ブローディアは。そこら辺考えると、必要なのは防御タイプにすること。HP 伸びるから。あと、HPLB を2個あるんだよな、確か。HPLB を全部振って、極力 HP を持ってあげることっていうのが、ブローディアに必要なことなんじゃないかなと思ってます。ユリアーケーン、よわっしょー、俺の空が落ちてくる。ドゥルルルルルルル。で、ここから、エレメンタルファランクス。パッションライブ。ミゼラブルミスト。もう盤石ですね。ここまで来るとさすがにどうあがいても負けるビジョンは見えないって感じですけど、HP の減り具合見ていくと、こんな感じでね、ブローディアだけさすがにちょっと禁止。これはしゃあないですね。まあブローディアは、
まあここら辺になってくるとかなり一心に攻撃を受けさせられてしまうのでかわいそうな状態になってしまうんですが、はい。さあここでユグドラシルがもうそろそろ3アビ、あと1ターンぐらい動いてたら3アビ発動するかな。1アビ2アビだね。ユグドラシルの1アビ2アビ発動によって、ブローディアの HP 回復する時間を稼いでいきましょう。さあここで 10%5% 特殊が飛んでくるので 10%5% 特殊でさすがにブローディアが落ちてくるかな。後ろからは、まあ、この流れだと、後ろ、アレイキア入れても良さそうですね。いて、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 て。なんか、そんな、バフついてないのに、そんなバフついてないのにトリプルアタックするなんて、マナー違反。マナー違反なんですけど、マナーをご存じない。これで、特殊技、命中率ダウンだ、避けろ。やばい、ディスペルがえぐい。奥義封印を食らってしまった。まあ、奥義封印なら別にいいでしょう。さあこれで主人公がアビリティ封印を食らってる。あ、不可侵回帰。何お前その HP でまだ不可侵回帰を発動してしまうのか。まるで呪術廻戦本誌で座殺爆刀発動する計り禁止のようなそんなムーブをしていく。うえーふー。これで主人公の一アビフルレジスト、もうフルレジストしちゃもうこの3人は全然安全ですよね。はい、HP6422 ですね。これで 9% 弱点追撃あるけど、弱点追撃ついてるけど奥義効果で水変点ついて、はい、おらおらおら、いや耐える耐える耐える、硬すぎ硬すぎ、水着ブローディア、お前やれるのか。そのまま 5% までいってくれん。水着ブローディア 5% まで頼む。頑張れー頑張れ頑張れ、よし、オッケー、5% 来たー。で、ここから、アンスデトネーション。うん、5% 来たら、もう大丈夫。いや、耐えるんか、すごい硬さだ、なんて硬さなんだ、水着ブローディア、お前。最強だよ。お前は男だ。いや、女だけど。お前は男だ。女だけど、お前は男だ。いてててて、いてててててて。やっぱ通常攻撃が一番厳しいな。ここまで来たら耐えたくないか、水着ブローディア。頑張れ。うおー、ユグドラシルのニアビで、3500のカバーが、なんということでしょう。ドゥルルン、ドゥルルルン、ドゥルルルン、ドゥルン、ドゥン、ドゥン。硬いですね。これで、アンスデトネーション。次ターンに終わるから、耐えろ、耐えろ、耐えろ !1050。耐えろ !903! お前なら、できると思っていたよ、水着ブローディア。うおー、ドーン。まあ、後ろから誰が出てきてもね、そのまんま第2のブースターロケット発進するんで、討伐完了するんですが、何にせよ、こんな感じですね。かなり盤石なんじゃないですか。正直 200Hz のフルオートをした人だったらわかると思う。この編成硬すぎ、ワロティーって。まあ、タイム的には18分ですね。今早い編成って言われてるのが、まあ10分ぐらい。マグナ編成でまあまあいいよねって言われてるのが14分、15分ぐらいだったような印象なんだけど、プラス3分で蘇生薬がいらないっていうのは結構俺は魅力的に見えてるんですけど、いかがでしょうか。はい、何にせよ、かなりブローディア、ユグドラシル、サティロスって並びがね、耐久力的に盤石だったんで、僕は触ってみた感じ良かったなと思いました。パラディンのフルレジストによって、水路をブロックできるのもでかいですね。水路を食らっても、まあ、実際食らったシーン見ましたけど、別のやつでね、水路を食らってても特にな、どうにでもなった。ここまで HP が高いと水路は別になんかちょっと食らっても回復間に合うからええかぐらいな気持ちで動けましたね。まあ、パラディンのねフルレジストのおかげでほぼほぼ水路自体は食らわないんだけど、食らっても大丈夫っていうような感じになっているので、はい、大変良かったと思います。はい、後ろがレナ入ってるけど、まあ、レナは耐久力重視の選択かな。攻撃力重視の選択だったらシンダラとかアレーティアとかナルメアとか、まあそのあたりは好きなように調整していくといいんじゃないかなと思います。まあ HP を極振りしたら今回みたいにブローディアが絶対落ちないみたいな感じにも、まあ絶対とは言わんけど、ブローディアが落ちないみたいなシーンもあるので、まあ裏は割とフリーかな。うん、なんならロベリアとかでも全然問題ないかもしれないね。はい、で武器編成に関してちょっと攻撃力が欲しいなとは思いましたが、 HP 面に関してはこんぐらい持っといても問題ないんじゃないかな。オールドペルセウス、ユグツエ、ブローディアの刀、バハ武器、ドラポン、まあ、この辺りに関してはキープで差し置いて、まあ、フリーで動かせるのはこのヒアシンスの剣かな。うん、
ヒヤシンスの語源は、ベンヌユミに変えた方がパワー的には出るかなとは思います。でメイン武器ラストシャフレワルなんだけど、ちょっと HP 安定感あるから俺はこのまんま続投でいいかなと思ってる。 HP も上がるし、まあそれ以外にも他の選択肢としてはね、極真剣とか無課金武器で言うとあると思うけど、まあ攻防アップ消えちゃうよね多分ね、って考えたら、まあ極真剣よりも安定と HP 狙ったラストシャフレアルの方が悪くない選択なような気もするけど、極真剣も極真剣でね、3手ついてるからいいよね。排水と3手ついてるから使いやすくはあるし、まあこの辺りは好みになってくるかなって感じ。はい、ということで俺の中の、マグナ攻略でございました。まあもし200ヘルクリアできねえよファッケンビーチみたいな人は、この編成試してみてはいかがでしょうか。参考になれば幸いでございます。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。